皆さんこんにちは、鉄売です。今日は元町中華街駅の急行に乗車しておりますが、次は、田園調布、そして多摩川に停まっていきます。今回は多摩川駅に行こうと思います。今回乗っていくのは東横線が主な目的ではなく、東急目黒線になります。東急目黒線の方、都営三田線の方へ乗っていくんですけども、都営三田線の新車、つい最近出たばっかりですよね。多分この動画が上がる頃には結構後になってるかもしれませんが、まあ、ということで見ていきましょう。都営三田線の新車、都営6500型ですかね、500系ですか。田園調布というのは金持ちの集まりの住宅街ということなんですけども、こちらも目黒線の乗り換えができますが、ここは多摩川駅です。東急東横線の方には次々に列車がやってきますが、こちらは東急東横線を走ります8両編成5線系列になります。8両編成だとね、少し短く感じるんですけども、急行は F ライナーの直通車両とかは全部10両編成で運転されておりますから、8両というのはなかなか見ることができませんが、この列車は8両編成の東急東横線車両で、今回見たいのは東横線でもなく都営三田線の新車なんで、目黒線に直通していますから目黒線に乗ろうと思うんですけども、こちらは埼玉光学鉄道の列車です。景色は分かりません。と言ってたら向こう側からもね、東急電車がやってきました。奥の車両は直通している先の車両ですね。東武鉄道でしょうか。さて、次にやってきます目黒線の車両、中目黒ではありません、目黒方面に行く電車がまもなく3番線に入線していきます。この3番線に入線してきた列車、こちらが都営三田線の新しい電車、三田レンジ。四角いフォルムの特徴な都営6500型です。もう本当に平べったいよね。平べったすぎでしょ。当時僕も平べったすぎでしょって言ってます。ということで、このように大きなモニターがついていまして、このモニターには目黒から先という三田線の各駅までも書いてあります。そして椅子なんですけども、こちらがですね、垂直、ほぼ垂直でカッチカチなんですよね。ということで僕は立って移動することにしました。しかしね、都営三田線のこの椅子のね、いたずらっぷりはちょっとね、ひどすぎるもので、この椅子はちょっと、無理だ、ちょっと新車だけど、動画にしたいけど、これ無理だ、乗れない、ダメだ、無理、よし、降りようっていうことになりましたので、降りていきたいと思います。西高島平駅、6500型なんですけども、こちらでバイバイという、そういうことになります。向かい側からも都営6500型、三田レンジと呼ばれる車両がやってきますが、意外と結構走ってるのねと、新車だからあんまり走ってないのかと思ったら、出てから、半月、いや、1ヶ月、2ヶ月ぐらいは結構経ってから、撮影していますから、そこそこね、皆さんも慣れてるという、そんな感じでした。とりあえず椅子が硬いんだよ。そういう話なんですよね。こちらにもやってきた車両ですが、こちらの車両は東京東横線の車両です。これに乗ったらですね、渋谷まで一本で行けちゃうんですけども、今回は渋谷に行く予定はないので、とりあえず東急目黒線を乗ると、そういうことになるんですね。椅子が硬くて仕方ない。こちらは日吉行き。やっぱり床下機器を見ても新しいというのがよくわかりますね。
僕は関西人ですので、まあ、関西の方から見ていきますと、甲子輸送と呼ばれる機関車に引っ張られて東京の方まで引っ張られていくね、この6500というのを見たことあるんですけど、実際に営業運転しているのはこの動画を撮った時が初めてでした。でその後目黒線でまた走ってたらですね、ああまたやってきたぞ、また反対側からってね、三田線から直通してきたね6500型がね、またやってくるんですね。多すぎじゃないか6500系と思いながら、こんなね硬い椅子に僕は乗りたくありませんので、はい、6500系アンチになりました。まあといっても6500系のこの独特なフォルムは僕結構割と好きですから。でこの電車は太平線に入りまして駅に到着と、そういうことです。特にこの電車について説明することはありませんので、今回は都営三田線の新しい新車の悪口でね、そういうことになります。あ、次は奥沢みたいですね。まだ目黒までしばらく駅数があります。扉が閉まって、やっぱ東急いいですね。ということで発車していくんですけど、今回はちょっと窓が小さめ、向かい側からやってきた電車、あ、こちらまた都営三田線だ。あー、なんでこんなにいっぱい来るんだよ。もう今日だけで5本か6本ぐらいは三田線見ましたね。三田線のこの6500型見ましたよ。やっぱり床下機器がね、綺麗なのがね、特徴ですよね、本当に。バイバイと、そういうことです。西高島平まで行くんでしょうか。僕は行きませんが。東急病院、最寄り駅です。はい、ということでね、まあ、今回はね、都営三田線の悪口を言ってきたという動画なんですけども、あまりにも短い動画になってしまったので、どうやって尺を伸ばそうか、まあ、そういうことを考えているわけでございます。あ、そしたらですね、向かい側から接近放送が鳴ったのに、何が来るんだと思ったら、あ、こっち東横線の車両だということで、ね、あ、このカーブがいいですね。ちょっと明るさミスったのが惜しいですが、結構ねこのカーブがね僕好きでして、あ、やっぱり10両編成関東は長いな、そういうふうに思うわけです。10両編成でもたださえ15両があるのに長い。あ、こちらはね、地元の方からするとなかなか珍しい列車と言われたので撮影しておいた列車なんですけども、西高島平行き、こんなね車両がね、どこがね珍しいのかどうかっていうんですけども、あ、割とリアらしいので、一応撮影してきました。ここは神保町駅です。ということで今日、ここまでご視聴ありがとうございました。今回は都営三田線の悪口を言ったと悪口大会の動画でした。都営三田線大好きです。